よいしょ、昼時。こんにちは、赤ポンこと阿部茜乃です。自己紹介をちゃんとしてみました。こんにちは、今からチーム M 恋を突然やってくる公演をする前です。今日はなんか雰囲気が違うね。お昼だけ、皆さんお昼食べましたでしょうか。ご飯食べた？かなちゃんは、かなちゃん私まだ食べてないんですよね。髪の毛は昨日暗くして、ちょっとなんか染めたてやからめっちゃ真っ黒。思ったより暗くなったけど、まあいっかと思って、なんかリンゴちゃんヘアでパッツン目でちょっと今日は雰囲気変えてみました。みんなが許してくれるなら、後でおにぎりを今この配信で食べたいなと思ってます。もう時間がないので。てててててんてん、頑張ります。許してくれるならそう、そしてね、この配信中にナングラっていうイベントを NMB48 とショールームでやってるんですけど、それの、まあ、答えを考えようと思ってます。今回大喜利お題がナングラ、NMB48 ナンバー13というなんか戦隊ものの必殺技はみたいなうろ覚えすぎる、伝わる？ナンバー13の必殺技を考えようという、はい、お題です。私が一番最初に思いついたのはツルピカビームです。ナンバー13の親玉がツルピカなので、ツルピカビーム、安直ですね。それぐらいの安直なんでいいかもしれない。あ、アイドル戦隊ナンバー13結成、その必殺技は、ありがとうございます。よし、ティーティーティーそれがこう、ナンバー13はダンっていうねリード曲なので、このダンがこう寝違えダンスやってネイビーザーフローさん、ハジリさんが言ってはったので、寝違え光線、相手を寝違えさせる、その日の晩相手が絶対に寝違える攻撃、嫌やな地味に嫌な攻撃。あんま寝違えたことなくない？寝違え地味すぎ戦隊。それで行こうかな、ダンやし、ダン、それかダン終わったやから、もう必殺技ダン、お前はもう死んでいる聞いたことあります、必殺技ダンってかっこよくない？もうそのダンを出した時には全てが終わっとるという、なんか刀使いそう、ダンってバリかっこよ。そんなこんなのそんなもんかな意外となんか適当に出てくるもんですね。ポン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 だけ。そう、なんかダン、新曲のタイトルがダンだから、ダンをいかに日常生活に組み込むかっていうのを、私の最近の中のはやマイブームで、今日の仕事ダンやわみたいな今日の仕事ダンやわとか、あーもう、うん、でもそういう使い方をしてますよし、今日 SNS 全部ダウンみたいな意外といける。よかったら皆さんも使ってみてください。今日の
あとはまあ仕事とかなんかやることが終わったでもいいし、もう今日仕事多すぎマジでダウンやわみたいな、今日最悪みたいな時にも使えると思います。今日ダウンだなみたいな、そう全然通じるよメンバーにも。ワイのオタ活を永遠にダウンしない、あらいい例文ですねありがとうございます。今日ダウン、私は今日まだまだこれからやな。もう今日の昼公演はこの髪型ですよ。今日の公演は、14時から、14時からやから、私もねちょっと結構ギリギリになっちゃって、このでも昼公演終わった後ちょっと動画撮らない、台本読んでこう。読んでます、台本読んでます。なるほど、Do です、 Doing です。あ、ぜひねチーム M 今夜突然やってくる公演、今日から何かが起こるかも、なのでおにぎり食べます。すいません、配信中にねちょっといただかせていただきます。今日は明太マヨネーズです。手を合わせましょう、いただきます。明太子が一番美味しいからね。パンよりパンは大好きやけど、でもできればお米を食べるようにしてます。今日もパンと米があったんですけど、米にしました。バイオから好きになり今度のお渡し会行きます。あら、ありがとうございます、ゲーム実況見てくださり。おにぎりは美味しいよ、いつでも。明太子が好きです、ツナマヨも好き。
これを一口でいくから噛むね。一口は多いな。三口になりました。ごちそうさまでした。おいしい。明太子がやっぱおいしいですね。ありがとうございます。手拭きもらった。なんかめっちゃさ、黙って食べちゃったんやけど、なんか一人で食べるときに、なんか喋んのも変やしさ、なんか配信とか撮影とか、なんか一人誰かとさ食レポとかやったらもちろん食レポやからね、喋るけど、一人の場合ってなんか喋る方がなんか不自然だから、なんか黙食しちゃいました。すいません、もぐもぐして。ごちそうさまでした。ありがとうございます。なんでみんな一人でご飯食べるとき喋んの喋らんしょ。知らんの髪型どうなってる。絶対だ、これだけです。ショートだから、ただピョンってしてるだけ。YouTube にね、私の YouTube に自分でまあ料理してそれを食べてる動画とか載せてるんですけど、なんかそれも別になんか食レポとかいらんなって思ってて、自分の中ではなんかだって自分で作ったものをさ、なんか美味しいみたいな、すごいいなり寿司のお出汁が染みてて、うん、やっぱ海鮮もマッチして酢飯も美味しいですみたいな言おうと思ったら全然言えるけど、いろんなと思って黙って食べる絵になりました。あれさすがにあれはシュールすぎて、まあ、ちょっとそれはそれでいいかと思ったんですけど、そんなこともあってね。オンラインお話し会でポンちゃんと話したいのですが日本語が話せません。こんなに日本語打てたら大丈夫よ。結構ね、なんか、まあ、文字で出して紙で書いといてくれたりとかもあるよね。そう、YouTube にいなり寿司を作ってる動画を載せたんですけど、あれはちょっとふざけシュールして載せました。ただただアップもないシュールな、よかったら見てみてください。 YouTube でね、ゲーム実況チャンネルもやってて、昨日からクワリー悪夢のサマーキャンプっていう新しいゲームも始めたので、それもぜひぜひ見てください。めっちゃ楽しそうなんよね。エンディングが186っていうから、もうなんか何を一挙手一投足で全部変わっていくんやなって思うと、もう緊張しちゃって何を選べばいいのか迷うんですけど、なんかね、デトロイトっていうゲームとか似てる系かな、まあ、系統で言えばおもろいゲーム、自分でやってみたくなるやつやね。これこっちしたらどうやったかなとか、性格がバレるゲームです。まあ、ぜひぜひご覧ください。あとはね、まあオンラインお話し会とか握手会、写メ会とかもありますし、写真集のお渡し会もありますので、
ぜひ皆さん来てください。もう写真集の私から何回でも来てください、よかったらお待ちしてます。さて、それじゃあランキングを読ませていただきます。ダルコさん、ビンさん、シンさん、ヒサオさん、トモカズさん、アルマサトリアさん、チキンナンバさん、シンシグさん、アサポン、ノブタロウさん、ニッカさん、オウヨさん、ヒサオさん、皆さん本当にありがとうございました。全部行きますっていうイベントね、ありがたいかと思う。あれし、まあいろんなね、会があったり、いろんなコンテンツがあったり、忙しいと思うんですけど、よかったらこうやってね、ショールームたまに見たりとか、なんか気が向いた時とか、のんびりしたい時とかおにぎりもぐもぐしてる姿見てもらえたらいいなと思います。ありがとうね、公演ファイトです、頑張ります。この後14時からチーム M 声は突然やってくる公演 dmm.com で見れますので、よかったらそちらもご覧ください。珍しい髪型で頑張ります。それじゃあ皆さん。